日本関東地方神奈川県横浜市青葉区へ、田町江田駅東交差点江田町は、神奈川県横浜市青葉区の地名。町名の設定のない単独町名である。住居表示水施区域。横浜市青葉区東部に位置する。東は、鈴木区中川、江田南町、西は江、谷市、鈴木区江田南、北は、あざみの、新石川、鈴木区歩みが、丘と接している。 町域内は、西部が住宅街となっている一方、東部には局名に、旧村名がついた横浜山内郵便局がある。また、町域東端に早口側が流れ、西端を東急田園都市線が通り、枝駅が設置されている。町域の北を国道246号、東名高速道路が通る。町域内にあるエデン交差点は古くは、 大仙街道と鎌倉街道が交差している場所であり、江田城も置かれた、交通の要衝であった。また、江戸時代に入って、江田塾が置かれた。1987年には、緑区江田町の一部が、江北区に編入され、江田町は、緑区と江北区にまたがる地名となったが、江北区と緑区の再編時に、旧江北区部分は、続き区茅ヶ崎中央となる。また、 同時に、江田町の一部が、鈴木区に組み込まれたために、江田町は、青葉区と鈴木区の両方にまたがる地名となったが、1999年に、鈴木区側の江田町が、歩みが、丘となったことにより、青葉区、江田町のみとなった。江田は、出殿を意味しており、それが、エデンの由来と言われる。また、エゴマの栽培が盛んだったこともあって、そこから、エデンと付けられた説もある。 2020年5月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。